はい、皆さん、こんにちは。ぐうたら旅人です。ただいま、向かい駅にいます。今度はですね、存続する鉄道区間を撮影したいと思います。ちょっと理由わからないんですが、列車がね、遅れてね、到着し始めたんでね。まあ、その遅れたおかげで、このような撮影ができるんですが、これも31時までの、になりますね。これも見納めということになります。と思ったんですけど、この向川から様にまで愛されると日高本線って日本一短い本線なんです。なるんですよね。いいんですよね。そう思って撮影したいと思います。
はい、無事に、苫小牧駅に到着いたしました。はい、こちらは駅名表になります。お客様へ乗り場の変更、あちらにはですね、新型気動車の H100 型が止まっております。ダイヤ改正後はね、後に走りね、折り返しの列車が大幅に遅れているため、最後はですね、乗ってきた列車が回送列車として出発進で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。本日15時52分発札幌方面定期普通列車は折り返しとなります。列車1時間以上の大幅な遅れが発生しているため、15時52分発札幌方面定期普通列車10分から15分ほど遅れて発車をする見込みと